はい、おはようございます。どうも、久保塚です。本日はソウソウさんはね、また可否の戦いを、まあ、またっていうか、あの同じ日に撮ってるから、さっきぐらい挑戦やったんだけど、また一緒だよ。ソウソウ軍っすね。いや、難易度1じゃん。またちょろいじゃん。ちょれい。今日もちょれいってことで、さっきさ、やろうと思って、これ、巨長やろうとしたんだよ。あれ、巨長やったっけと思って。やってない気がするけどなーって思ったら、そういえば、宝刀にボコボコにされてたよな。思い出したわ。記憶が蘇った。ボコボコにされた。記憶が。つうことで、ですね、条件はですね、水門が補強される前に、光潤と、長領を撃破と。いうことらしいですね。で、だいたい4分ぐらいらしいですね。まあ、装備はこれでいいや。あ、武器変えないと。武器はね、これ強いの。攻撃15ついてる。馬術もね、バカになんないよ。バカになんないからねーってことでね。で、こいつ、高順じゃねえ。こいつ、間違えた。名前高順だった。長領高順か。これどっちが先でもいいのかな。ちょっと待ってね。ああ、どっちも書いてない。どっちでもいいのかな。とりあえず、水門が補強される前に、長領高順ね。オッケー。了解。これは、これ、どっから、これ上から迂回しないといけないのかな。そうか、あの取り手が繋がってねえのか。オッケー。上から迂回だな。上の雑魚はとりあえず無視して、長領高順。まず高順から倒してえな。調理うまそうだし、なんだこの顔。何してんねん。え、なんか出てきた。まるで獣の共食いではない。何こいつ。そなたはなぜ呂布を撃つ。呂布は目先しか見えぬ野獣、退治されて当然であろう。奴とわしを同列に見るとはな。もっとマシな問いをせよ。怒ってる。では、そなたは何を見、何をもって乱世を切り開くつもりかね。まあ確かにそれは聞かなあかん。面接か。あれ答えられんかった。お前の、なんやねんお前。加工殿殿、はい、加工園殿は、はい、可否西門へ。じゃ答えられんかったのちょっとショックや。南門へ進軍してください。パッと返すな。お前面接受からへんぞ。よし、まあいいや。何？こちらに向かっています。関係ねえお前、演術軍なんかよ。あんな弱小チーム。このままでは演術軍が到着してしまう。してへんて。水門を決壊させる。はい。水攻めをいたしましょう。わかりました。今急いでます。なんか変なスナイパーに狙われてます。4分って結構忙しいよな。あ、でも長領から倒した方がいいか。補強しろ。なんだこいつ、破壊してやるよ。クラッシャー久保塚いきます。何、あ、やっぱ先高順の方がいいのか。どうなんだろうな。先高順からいっか。なんか補強してるし、あいつ工作員だ。勝利は後にしよう。まず高順。よし、どうも。おー、作業中か。失礼します。覚悟されよ。よし、お前がな。これ曹操はさ、どのシリーズでも強いよね。俺、それ1知らない。1ってソウソウいんの、まず。使えんの。あんま1知らないんだけど、どこ行った。いた。はい、高順死にましたと。あ、どうす。川の水が城内に。いきなりなんか、浸水ムービーが。溺れちまうぞ。危ないぞ。またしてもこの、排水設備に何ありよ。ちゃんと排水は本当大事やん。給水も大事だけど、本当排水ってもっと大事だからね。ライフライン学んでないみんな分かんないかもしれないけど、俺みたいにこうライフライナーはよ、一発で分かっちまうけど、排水の重要性。換気とかもそうよ。ちょっと排気できるようにしておかないとね。よし。あと何分だ。あれ余裕じゃねえかよ。調査もうここで、これかっこよくないこのチャージ後。これでも終わりよ。超ブーメンさん、終わり。カレーすぎる。あ、貴重品出てきた。あ、貴重品とかで、そう。貴重品覚えててみんな。俺すぐ忘れるから。お見事。さて、貴重品覚えながらも、あの馬がしょぼくなってんだけど。
ょっとここぶっ壊しとか。貴重品覚えといて。お前すぐ忘れるからよ。もう終わりだ。すげえ速度で忘れちゃうから貴重品。なんで毎回ねえだ。俺記憶がなんかよくさ、2つ同時にできないとか言うじゃない。この瞬間より一つのことしかできないとか。俺一つのこともできないんだよね。だから忘れちゃうんだよ。そう困ったことになって。ちょっと左上気になるから、あいつ殺していい？あいつ殺していいかい？覚えてるよ貴重品。大丈夫大丈夫、まだ覚えてる。一応場所、詳細な場所チェックしとこうか。こいつ誰だ？なんかもう早速門入ってるけど、あ、ここね。あ、そこね。外っかね。オッケーオッケー、了解了解。いごい、あれめっちゃ腹痛くなってきた。すげえ、うんこ行きたい。すげえ腹痛くなってきたんだけど。やべ、俺の判断力を鈍らしてくる。なんて読むのこいつ。めちゃくちゃ難しい感じしてんじゃん。こいつなんて読むの。ゾウハ、ゾウって読むのこれ。すげえ難しい。いた。いや、お前死ぬ。いや、ちょっと、めちゃくちゃ見えそう。あれ？ちょ、一回なんかすかされた。フェイント食らった。よくやってくれた。そうでしょ？何偉そうに言ってんのこれ。俺の下についてんじゃん。まあまあ言いやがってよ。よし。打ち取った。よし、オッケーオッケー。覚えてる覚えてる。じゃあそこ、城通過して、貴重品を取っていきましょう。吸い取ってよろしく。やばい、鼻水出てきた。くしゃみしたら。寒いんだよ。そう、雪降ってさ。今日まだ12月の半ばなんですけど、これ取ってるのは。初雪かな、これ。めちゃくちゃ寒い。午前中もちょっと車で、いろいろ回ってたんだけど、ほんと寒かった。もうエンジンがキンキンよ。なかなか温まる。あれ、やっぱりこの、早朝のアイドリングも、もう、本当にしっかりやらないといけない季節になってきた。そろそろまたフロントガラスが、凍り出すんだろうな。よーし。あ、ギゾスさんがいるのか。ちょ、鼻水出そうなんですよ、今。これね、オッケーオッケー。オーケー。挑戦ぶっ殺して。これ挑戦殺したらさ、パワーアップするっけ？それ3だけか。大丈夫だよね。ちょ、挑戦殺しとこうか。こんちゃーっす。ちょ、お前さ、防御アップ落としてくんないっすか？女の子ってなんか防御アップ落とすイメージあるんだけど、どうなんだろう。じゃ、防御力上げたいんですよね。あれ、どこ？おー、お前武器かよ。使えねえな、この女。無駄な血を剣に含ませてしまった。やっちったよ。大したことねえよお前。防御落とすなんだこいつは。なんだこいつ。この可否はもはや俺のも。いやお前もうお前以外おらへんぞ。貴様の墓場と。頑張ってますけど、なんなんだこれ。鎮球じゃん鎮球。お前そんな戦闘タイプじゃないでしょ。鎮球って軍師タイプじゃないの。そうでしょ。さすが天下を掴む男よ。なんなんだこれ。お前武器ばっかりじゃねえかここ。こう持つかもしれない。さすがガード。おい、うまい。お前うまい。声いいアシスト。あれ拾えない。拾えなかった。ちょっと恥ずかしいとこ見せちゃった。なにこいつ。普通にガード割られるんですけど。ガードされるんですけど。俺は負けん。よし。おい、お前邪魔すんな。何こいつ。ハイパーモード入った。しかし浮かしたらこっちのもんよ。くだらん。こんな戦やってられるか。お前なんや。お前逃げるつもりか。待てこら。おい、なんかあいつ許せん。俺絶対逃がさんかな。お前殺したい。俺はお前殺す。お前を殺す。ここで馬術プラスが役に立つんだよ。全然当たんないんだけど。ちょっとあれ？なに、こいつまだ逃げてないのに。こいつ殺したかったマジで。おい死ね死ね。あ、捕獲なんだ。あ、ここね、有名なシーンね。長領だけ生かされるシーンなんだけど、ここは確か死んじゃうんで。あいた。俺は死ぬわけにはいかん。触覚がもう。観念されよ、呂布殿。貴公の部が泣くぞ。かっこいい。敗将にも矜持あり、最後まで凛とあられよ。
かっこいい長領さん。さすが。これ好きだね、この手。この手何？桜投げたの？安田大サーカスみたいな感じ？桜吹雪待ってたの今。あの手好きなんだよ、左手。あれに俺は恋してる。よし。おい、移転の怪言。これはね、もう強いんですよね。2が一番強かったな。ザンがなくなったからな、4は。うむ。無駄がないね。でも防御も欲しいけどね、やっぱりね、ちょっと。なんだこのゴミは。ゴミばっかりじゃねえか。ゴミ拾った。さあ、誰が来るかな。一刻しか来ない。ダメだ、舐められてる。愛も変わらず舐められてるわ。なんなんだろう、なんでこんな舐められてんだよ、うちの会社。結構頑張ってんだけどな。はい、ということで、ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。